はい、どうもあやとです。本日もご視聴ありがとうございます。今回の動画なんですけれども、タイヤが摩耗した際に発生しているはずの削りカスは一体どこに行ってるのかということについて詳しく解説をしていきます。皆さんは車に乗っていて、自分の車のタイヤがすり減った時にその削りカスは一体どこに行ってるのかということについて考えたことはあるでしょうか。結論から言いますと、タイヤの削りカスというのは当然粉となって道路上に堆積しています。なかなかタイヤの削りカスというのを意識して発見されるというような方は極めて少ないと思うんですけれども、実は道路にはたくさんのゴムの削りカスというようなものが存在しています。実際雨や風といったようなものでアスファルトの路面からこういった側溝と呼ばれている排水溝にどんどん流れていってしまうので、なかなか目にする機会というのはないんですけれども、特に重量の大きな大型トラックが出入りする物流センターといったような場所では、多くのトラックがすり減ったタイヤの粉というものを撒き散らしながら走行しています。こういった物流センターなどですと、例えばアスファルトやコンクリートの割れ目といったような場所や、接車バースと呼ばれているトラックを建物に接触させるためのスペース、こちらの下の部分などにですね、黒い粉のようなものが堆積している場面に出くわすことが多いです。パッと見ると泥やホコリといったようなものに、見間違いがちなんですが、粉をつまんで触ってみるとふわふわしていて、まさに消しゴムのカスのような感触が手に取ってお分かりいただけると思います。実は日本で登録されている四輪自動車の車の台数というのはおおよそ7800万台と言われています。この7800万台の車にそれぞれ4つのタイヤがついていますので、おおよそ3億1200万個のタイヤが日本国内で今日も転がっています。それを考えるとタイヤの削りカスの量というのも凄まじい量になるというのが想像していただけると思います。日常的にこのタイヤの削りカスを目にするというような機会は極めて少ないんですが、こういったバキュームカーなどで側溝の掃除を行うと真っ黒な粉が大量に出てくるというような場面に出くわすことがあります。そして皆さんもこう思われるのではないでしょうか。これだけのタイヤが転がっているのであれば、そのタイヤのゴムの削りカスというのはどれくらい環境にとって悪影響を与えているんだろうかということですね。一般的に排気ガスの問題というのは多く語られるんですが、車のタイヤの摩耗カス、これについて論じられる機会がないというのは極めて面白い現象だなと思います。ちなみに日本で消費されているタイヤの数というのはおおよそ年間に140万トンと呼ばれています。この140万トンのタイヤのうちの、どれくらいが削りカスになるのかということを考えると、決して無視できる数値ではないということがお分かりいただけると思います。我々が走行しているタイヤから出た削りカスというのは、知らず知らずのうちに例えば土壌の中に紛れ込んだり下水に流れ込んだり、あるいは食物連鎖の中において動物が食べたりといったようなことで、実際に目には見えていませんが確実に存在しています。一昔前のアメリカ合衆国ではハイウェイに存在しているタイヤの削りカスというのがおおよそ8万トンあったと言われています。これほど膨大な数のゴムが年間を通して地上にばらまかれているんだというふうに考えますと、その影響というのも考えねばならないと思います。こういったゴムというようなものは地中の中で分解されるということがありませんので、その場所に残ってしまうはずなんですが、こういったタイヤの削りカスに関する科学的な因果関係というものは実際証明されていないんですね。つまりよくわからないということになっているそうです。これほど膨大な数のタイヤが年間通じて転がっているということを考えると、今後そういったタイヤの削りカスにおける粉塵や環境や人体に対する影響力というものも考えなければならない時代がやってくるのではないでしょうか。はい、いかがだったでしょうか。今回の動画はこちらで以上になります。最後までご視聴いただいてありがとうございました。今回はタイヤの削りカスの行方というようなことで、摩耗したタイヤから発生しているタイヤのゴムの粉ですね、これがどこに行ってしまっているのかということについて詳しく動画にして解説させていただきました。また次回の動画で皆さんとお会いできることを楽しみにしております。それではあやとでした。おやすみなさーい。